スーパークラスは赤色のゼッケンに黄色い帽子の帽子ゼッケン9番、当たり前のように岩に登りましたが上が平らではありません。そしてかせーの落ちた時にちょっと前輪を次の岩に当ててちょっと手首が痛かったか苦悶の表情を浮かべましたが気持ちを取り直して次へ。はい、越えた。拍手で迎えてあげてください。さあ、いよいよマインダー宮崎さんが待つところへ。さあ、1つ目越えて、はい、また宮崎さん上へ来ました。さあ、ここを飛びますよ。なんと岩飛ぶのがもうめんどくさいのか次行っちゃいました。そして次へ。どこまでめんどくさがり屋なんですか。もしかしたらこれもいっぺんに行く。確かめているそうです。何ですかあの上がり方は。螺旋階段ですか。じゃあどうしてくれるのここから。下降りる気持ちないのね。どんどん来るどんどん来るね。さあ2人待つところへ。よし、止めよう。なんと普通に降りれば良いところも飛びます。また来た。